ちょ、うん、先輩、うん、もうちょい控えめにすすってくださいよ。悪い。てか、どんなに控えめにすすってもカレーうどんの汁は跳ねるもんだべ。これはもう運命だと思って諦めるしかねえべ。違うなあ。あ？何おっさん。カレーうどん舐めてもらっちゃ困るな。あ？私から言わせてもらうと、汁が跳ねるのが運命ってのは聞き捨てならないな。うん、わかった。じゃあ今日は汁が飛び跳ねない食べ方教えてあげるね。え？んな方法あんのかよ。ポイントその1、箸で麺をつかむときは左右対称になるように真ん中を持つべし。こう。ほう。ポイントその2、麺をたぐるとき麺の先は常に汁の中。麺が汁から出てるとほら飛び跳ねの原因になっちゃうから、それは気をつけて。あ、はい。あ、ポイントその3、麺の先が汁に浸かったままずっとすするの。あ、で、麺をすするときは箸をそのまま下にスライドさせ、下の麺を支えるようにするの。うん、はい。あ、ポイントその4、汁に浸かった麺の先が見えたらレンゲで作って食べるべし。うんうんうん、あれ全然汁跳ねねえべ。あー、確かに。うん、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。うん、頑張って。うん、続けて続けて。うん。お待たせしました、ハムエッグ定食です。はいはい。え、カレーうどんじゃねえのかよ。